複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。クッキー、毎度おなじみのクッキーでございます。やはりここに来たらカツカレーなんですよね。このカレーがとにかくうまい。コクが違うんですよ。結構僕の動画見てここのカツカレーを食べてきましたよってコメントをいただきます。皆さん美味しかったよって言ってましたね。冒頭で撮影した一の倉邸から歩いて1分半ぐらいにこちらのお店はあります。盛岡レトロのルーティンになりそうな気配がいたします。僕の望みとしては、先ほどの一の倉邸にこのカツカレーを出前してくれないかと思うのでありますが、それはダメですよね。
久しぶりに石の蔵亭に立ち寄ってみたのですが、管理されている方が変わっておられました。以前の方とは顔なじみになっておりましたので、団子とかは食べていいよって言われてたのですが、さすがにカツカレーはダメですよね。それにしてもこのカレーの色がいいですね。コクがマシマシっていう感じです。そして味噌汁付きっていうのがいい。僕はカレーに味噌汁派なんです。昔住んでいた独身寮のカレーに味噌汁が付いていたので、そうなりました。味噌汁すすると落ち着くんですよね。落ち着いた後にカツをガブリッといっちゃいましょう。いい揚げ具合でございます。これぞクッキーのカツってもんです。さてさて、皆さんは休日ってどのように過ごされておりますか？私孤独はチャリ生活にあって、いかにお金を使わずに楽しむかに重点を置くようになりました。先ほどの石の蔵亭は無料で見学できます。この後2カ所ほど庭園巡りをするのですが、どちらも無料です。人も僕みたいなマニアックな人しか来ないので混まなくていいです。ああ、今日はなんて充実した一日なんでしょう。お金を使うのはこのカツカレーとジュースくらいなもんです。チャリこいで体力ついて、自然からいろいろと恵みを受けて幸せに満たされます。そして何よりカツカレーのうまさで何とも言える満足感に満たされます。これぞ孤独の満足ルーティンでございます。